はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。今回何に関して言及させていただきたいかというと、えー、ピーチアビエーション、ピーチ航空ね、えー。皆さんご存知ですよね。ピーチアビエーションということで、えー、格安航空会社ピーチアビエーションが、えー、乗り放題プランを今検討しているということを、定額乗り放題2月にも月2万円かなというふうに考えているということで、これに関して今回言及させていただきたいと思います。 まあ、皆さんね、まあかいあの、旅好きな方多いと思います、国内外でね。その中で、えー、航空会社のこのプランに関してということで、今ありまして、今回言及させていただきます、えー。どこの記事を引用させていただこうかというとですね、産経新聞の記事、それを今読まさせて、この後読まさせていただいて、えー、引用させていただいて、その改正させていただきたいと思います。格安航空会社、LCC のピーチアビエーションが、国内の全路線が定額で乗り放題になる新サービスを検討していることが23日分かった。 早ければ来年2月に始める予定で、本格導入すれば国内発と見られるということです。関係者によると、新サービスは国内の路線で何度でも利用できる内容が異なる靴のプランを用意する予定で、料金は月2万円から想定しているということで、実際の運用を踏まえ、事業を継続するかどうか決める。ただ、11月から新型コロナ、新規感染者が急増し、 政府はね、来年1月まで、観光支援事業 GoTo トラベルの一時停止を決定、完成動向の先行きが不透明なため、年明け以降の状況を踏まえて実施時期をね、判断、最初判断するということです。ピーチは新型コロナで国際線利用者の早期回復が見込めないことから、余った機体を国内線に運用、転用する考えを示し、拠点とする関西空港では、シ u ラン飛行も手掛けているという意で、この件に関して今回言及させていただきたいと思います。 まずはね、前々からお伝えさせていただいており、非常に航空業界、まあ観光業、旅行業も全てそうなんだけど、厳しい状況です。特に、航空業界っていうのは、国際線が今、基本的には定期で出,出ませんよね。その中で、あの、どうしても国内線だけになるんだけど、その国内線ですら、非常に厳しい状況です。今のこの状況下のように、なかなか利用者がいないということでね。 えー、その中でやっぱり保有している機材も多くありますし、えー、いわゆる人件費ね、ね、あのー、人を雇ってますしあの借りている家賃などもありますから高熱費もありますそういったところでお金が出ていく中収入が入ってこない、少ないとね非常に厳しいのが実情で、えー、そこでねやっぱり、航空会社、ね、例えば JAL とか ANA とかね今ですら今あ、あまり良くない状況です。そういったところが ゼニックだったかなあのー、他のね、えー、他社にね、えー、出向という形を受け入れてもらっている状況です。えー、ピーチということで、えーまあ、格安航空会社知られてます、あ。ピーチ航空ね、えー、ご覧い利用しましたけど、えー、その中でまあ2万円って安いですよね。月2万円でって言ったらね、まあ、これもいろんなプランがあると言ってますけど、例えば荷物が全くないプランが最,最低の荷物の預け荷物がないようなところが2万円からということなんでしょうねで。預け荷物がある場合はもうちょっとやっぱ高くなると思うんだよね。 まあ他にもビジネスクラスがかいろいろあると思うんだけど、その料金によって、まあいろんなプランがあって、その中で変わってくるのかなって感じはするんだけど、それにしても、まあ、最安値が2万円からっていうのは安いですね。例えばですね、まあ、じゃあ、あのー、普通のサラリーマンだったら毎日の利用できないと思うんだけど、それでもまあ、土日ね、えー、毎週末に、じゃあ土曜日どこどこ行って、日曜日帰ってきてという感じでやる。これを えー、往復するだけで最低に2万はかか,かかりますからで、4回やれば8万円ですよね、そうすれば全然利益が上がるわけですね、わで消費者からもやっぱり、えー、いいことではあるんです、そして、えー、航空会社からすれば、やはりね、少しでもやっぱり、えー、収益を上げて、利益を上げていく、もちろん客が少ない中で薄利多売でやってると、えー赤字な、赤字だと思うんだけどね、だから薄利多売でやって、どんどん,どん人を利用してもらう人を増やして、資金を増やしていくね。 ということを今考えてるんじゃないかなって感じはします。企業としてはもちろん当然なことで、企業存続としは当然なことでね、えー、これは双方にとっていいことではないのかなって感じはします。えー、その中でね、まあ今 GoTo トラベルが結局運用されなければなかなか人の流れもね、い,いかないわけですから、えー、それによって、まあね、LCG 利用する人って大体やっぱり GoTo トラベル利用する人多いと思うんだよね、えー、その中で GoTo トラベルが 一時停止の状態で1月11日まで、12日以降はなると言ってるのはこれもはっきりとね、まだ決まっていることじゃないですからね、えー、その動向を見ながらということでね、言ってるところです。まあとにかくまあこれ、ピーチがもし、じゃあ、これね、1ヶ月間ということ、定額であればね、ちょっとこれ利用してみようかなと思ってます。その中で、まあいろんなところにちょっとね、あのピーチで行ってみようかなと思ってますので、 えー、皆さんも楽しみにしていただければと思います。ということで今回、えー、気になる、えー、話題ということで航空会社ピーチ・アビエーションに関して、えー、定額プランを今検討しているということで、えー、言及させていただきました。